こんにちは、モスマンです。アイビスサマーダッシュのレース開講になります。まずは予想がこれ以上ないぐらい外れてしまいまして、はい、ちょっと恥ずかしいですね。モンペルディが本命が18着ってことにね、あっちゃーって思いました。まあはっきり言って外れ馬券がね、競馬の本質だと思ってるんで、外れたぐらいですいませんなんて言わないですよ。そんなこと言ってたら年がら年中謝ることになっちゃうんで、馬券が外れても俺は謝らないとただまあ恥ずかしいので、あんまりちょっと大きな声ではどうか作れなくなっちゃいましたね。はい、まあそれはさておき、まあ予想はねガチで外れましたが、このレースね、競馬見終わった後にちょっと振り返ってみまして、一つね面白いなと思うことがありましたので、そういうの辺のお話、まあちょっと血統にまつわる話ですけれどもしていきたいと思います。まずね、勝ったジョーカナちゃん、ロードカナロワさんくっちゅうことでね、やっぱロードカナロワはね、なんだかんだ言っても本質はやっぱりマイルからスプリントにかけて、なんですかね、アーモンドアイとかね、サートルナリアみたいな、2000m 以上で活躍する馬がね、こうポポンとね最初出たんでね、長いところでもなんて僕は思ってたんですけれども、でも本質はこっちなのかななんて思って、やっぱこういうところでね勝ち馬が出てくるとしたよ、ね、そう思います。まあ、ジョーカナちゃんの競馬は良かったと思うし、そして初重賞制覇ってことで、この馬が牝馬なんでね、もうロードカナロワの牝馬で重賞勝ちました、はい引退でいいんじゃないですかっていうぐらいの、はい、だってこれでもう重賞勝ち馬として繁殖入れば、確かな価値を持った繁殖ってことなんでね、正直牝馬に関して言うと、僕はいつもねもう重賞勝ったら即引退でいいんじゃないかってすぐ思っちゃうんですよね。この後を使って敗戦を重ねていくよりは、重賞勝ってポンで引退した方が傷が浅くていいとかね。ライオンボスは 1000m 御用達の馬なんでしょうかね。この距離はもう57を背負うが 57.5 を背負うが問答無用で強いんですね。本当に僕あんまりこの馬知らなかったんで、今回ちょっと調べてみて、 1000m でこんなに強い馬がいるんだっていうのを初めて知りました。でこのレースを、まあ、僕騎手インタビューも見たんですよ。菱田騎手のインタビューでね、スタートして大外のコース、ビクトリーロードを取れたんですよね、ジョーカナちゃんね。でライオンボスはそれに対して2馬身分ぐらい後ろじゃない、それ内のコースだったんですけど、スタート決まったので、外枠のいいコース取れたっていうことを、ジョッキーが談話で話してまして、あそこがやっぱり勝つためにはもう最適のコースってことを考えると、ライオンボスがもし初馬決めてて、あのジョーカナちゃんのコースをねライオンボスが走ってたら、着順は入れ替わった可能性が結構あるんじゃないかなっていうね、スタートが結構命運を分けたレースでしたね。ただライオンボスはバトルプラン3区エンパイアメーカーのね、母の父がステイゴールドっていうことで、馬主さんが丸湯和田牧場っていうことでね、そう考えると、ブリーディングをやっている、牧場が馬主っていうことで、もしかしたらこの馬は守護馬になるかもしれないですね。 1000m でもうこれだけ実績あればスピードが証明されているので、ある程度のニーズはある気がします。バトルプランからの、エンパイアメーカー系っていうことですよね、アンブライドルと今動いてますしね。ということでライオンボスは僕は結構な確率でその守護馬、種付き量が何百万っていうのはちょっと現実的ではないですが、種付き量受胎確認後100万とかね、それもちょっと高いか、50万とかね、それぐらいのちょっと値段を抑えめながらも守護馬になる確率って結構あるんじゃないかなって思います。やっぱスピードがある馬は引き合いがありますよね。っていうところで、3着ビリーバー、ミルファーム生産、ミルファーム所有ということで、ミルファームも今週話題になりましたね。12頭出しってことでね、12頭も出した割にはビッグレッドの2頭にワンツー決められてしまったっていう、ただねなんかコメントで12頭も出しておいてビッグレッドにワンツー決められたらなんか恥ずかしくないですかみたいなコメントがあったんですけど、いや別に恥ずかしいってファンが思う分にはいいんじゃないですか。ただだし経営者としては12頭出して、出走手当がね36万円かな38万円かなつくんで、単純に38万としましょうか、 38×12万円、これがミルファームの今週の収入ですよね。で、3着でも4着でも掲示板入ればさらに賞金乗りますんで、
どうでしょうね、12頭がまずは無事にレースに出走した時点で36万か38万かは入ってくるってことを考えたら、まあ、経営する側としてはまずは使ってなんぼですよ、勝ち負けはその後ってことでね、よく見たら7月に 今月2回目の出走の馬もいたんで、まあ、月2回走れば買い場代は稼ぐと言われているので、さらに掲示板に乗って賞金馬積みってことで、ミルファームは12頭出しで結局勝てなかったですけども、まあ、賞金は結構がっぽり稼いだんじゃないですかっていうね、経営者目線で見ると多分そんな感じじゃないですかね。あと12頭も2歳戦で一気に使ってくるってことは、まあ、それだけまあ育成しっかりしてるってことで、ミルファームすげえなーって僕は思いましたけどね。ちょっと余談でしたけども、はい。で今回僕がこのレース見ててちょっと気づいたことがあります。そのお話します。それはね、勝ったジョーカナちゃん、母父がネオユニバースです。2着のライオンボスが、ステイゴールドってことで、ビリーバーもこれがまたネオユニバースなんですね。そして、はい、4着の名将和姫、来るんすよね。こう馬券師大岡さんすごいですね。この特注馬がこうやって4着15番人気で来るんだから、やっぱプロはすげえなって思いましたよ。母父がマンハッタンカフェってことで、菊花賞馬ね、有馬記念勝った馬、5着の大名プリンセスがダンスインザダーク、菊花賞馬ってことでね、何が言いたいかというと、これ1着から5着まで実はスプリント、ゴリゴリのスプリンターのくせに、母の父は菊花賞馬ダンスインザダークだったり、ね、菊花賞有馬記念勝ったマンハッタンカフェだったり、皐月賞ダービー勝ったゴリゴリのクラシックビナー2冠馬ネオユニバースだったりするわけなんですよね。つまりスプリントの肌にスプリンターかけてるわけじゃない。血統表を見るとスプリンターとかマイラーの血統で埋め付けされてるわけでは決してない。意外と母父はステイヤーだっていうところに気づいたんですよ。で6着のミキノドラマーまで入れますとね、もうこうスペシャルウィークですから、それに湘南カンプってことで、ダービーはスペシャルウィークに湘南カンプの配合で 1000m の競馬、クラシックディスタンスとか、あるいは天皇賞春を58キロ背負って勝ったりね、そういう長い距離の G1 勝つ馬っていうのは、まあ、スピードもあります、もちろんスタミナもありますが、まあ、底力っていうのか、そういったところって、まあ、強いのかなとかね、ちょっと思ったりするわけですよね。母の父としてこの孫にね、どんな遺伝子を、どんな能力をね、引き渡したのか、それは分からないです。少なくともスタミナは置いてきたとは思いますが、ダンスインザダークにしてもマハタカフェにしても、直径としてはシボバがね、まあ残ってますが薄いですよね。リーチザクラウンとかジョーカプチーノかな、とかね、正直ちょっとコマーシャルとは言い難いスタリオン、あでもリーチザクラウンは車体性するか、でもちょっとね薄いですよね。まあ、スペシャルウィークは言わずもがな、まあ、ブエナビスタとかシーザーリオ出してますしね。でもマハタンカフェとか、母の父としてこうやってスピード系の馬をプロデュースするっていうところが、ここがでもブリーディングの面白いところですよね。今日最後にこれで終わります。これね、今1頭ずつ見てきましたが、7着以下のイベリス、母父がボストンハーバーなんですよね。そして活発ハッチ、キンシャサ3区に母が、父待機シャトルってことで、待機シャトルですよ。でナランフレグが母の父がブライアンズタイム、10着ラブカンプマイネルラブレス知ってます。11着のレジーナフォルテがボストンハーバー、まあ、輸入したシボバってことですね。そして、12着アユ釣り親父、これスペシャルウィークですね、にサウスビグラスってことで、ノーアン、これがカーリアンか、ね、これが輸入繁殖牝馬カーリアンにハーツクライ、ワンアフターがストームキャットにアドマイヤム、これも輸入繁殖牝馬ですね。クールティアラがケイムホーム、ゴールドクイーンがシニスタミリスタ母父待機シャトルってことで、ナインテイルズがメジロライアンの肌にローエングリーン、モンペルテは外国産ということで、まあ、モンペルテを除きますとね、17頭のうちで輸入繁殖牝馬の子がね2頭しかいない。つまり残りは全部もれなく国内産の肌馬に割と短めの種牡馬つけてるんですよね。それっていうのはつまりやっぱり日高の生産者がスペシャルの肌だったりとか、ダンスインザダークの肌だったりとかね、割と長い距離で活躍した種牡馬の繁殖牝馬持ってるんですけど、やっぱりスピードが欲しいわけですよ。あゆつぎ親父なんかもろじゃないですか。大隅遥かにスペシャルウィークのお母さんにサウスビグラスつけてるんですよ。で狙った通りやっぱり3区は早い
ね、スピードがある馬が売れるので、やっぱりスピードのある子馬を生産したい、で高い値段で売りたいじゃないですか。生産者は強い馬を作ろうと思ってつけてるんじゃなくて、売れる馬を作ろうと思ってつけてるんですよね。それでだって子馬売って生計立ててるんですから。でことで待機シャトルの肌に金シャサの奇跡ね、千里の G1 勝ち馬ラブカンプなんかもそうですよね。マイネルラブの肌に湘南カンプね、G1 馬1200の G1 勝ってるってことで、こうやって見ていくとやっぱりキングヘイローをつけてる大名プリンセスもそう、菊花賞馬ダンスインザラックの肌に千里の G1 馬キングヘイローって感じで、もろにスピードのある子馬を作りたいんじゃっていうね、そういうやっぱ配合の意思がこれ見ると透けて見えますよね。そしてそういう風にスピードを意識した配合の果てに、この 1000m のアイビスサマーダッシュにまあ出走してくる、まあ少なくとも JRA の重賞級のレースで走るような活躍場を生産してるっていうことで、やっぱりスピードですよ。はい、今回は以上になります。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。遅れてすいません。